優勝をかけて韓国と対戦します。また世界一のバレーボール選手権でも17日イランが3対1で中国に勝利し決勝に進出しました。さらに同日リオデジャネイロパラリンピックの F57 車椅子砲丸投げでイランのジャービード・エフサーニー・シャキーブ選手が14メートル13センチの記録を出し銅メダルを獲得しました。イランの選手団はこれまで金7個、銀9個、銅7個のメダルをこのリオパラリンピックで獲得しています。今日最後のニュースです。リオデジャネイロパラリンピックの自転車ロードレースでイランの選手が競技中に事故に遭い死亡しました。イランのバスマン・ゴルバールネジャード選手は17日土曜夕方リオパラリンピックの自転車競技中に事故に遭い病院に搬送されましたが重傷を負ったことから死亡しました。この死亡事故によりイランの選手団は悲しみに沈んでいます。これに際してリオパラリンピックの閉会式ではゴルバールネジャード選手のために1分間の黙祷が捧げられます。また彼の死により現地時間の17日夕方から競技場の旗や選手村のイラン国旗は半旗となっています。ゴルバールネジャード選手は国際大会で12個の金メダルと1個の銀メダルを獲得しています。彼はイラン・イラク戦争が行われていた80年代20歳の時にイラン南部ファールス州から前線に赴き地雷の爆発により左足を失っています。次はニュース解説です。非同盟諸国首脳会議でのイラン大統領の演説。ベネズエラで非同盟諸国首脳会議がイランから開催国ベネズエラへの議長国の任務引き継ぎとともに開幕しました。イランのロウハニ大統領は17日土曜ベネズエラのマルガリータ島で開催された非同盟諸国会議の開幕式